係はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。外、ここはだいぶ複数艇早いスタートが出ています。1周1幕となります。早いスタートが多数出ています。この第2レース、ファンの皆様にお知らせいたします。この第2レースは1番吉永、5番西舘、6番平川、この3艇がフライング変換欠場でございます。1番、5番、6番、この3艇に関する投票権はすべて返還となります。不成立となります。掛け式がございます。どうぞお手持ちの投票権ご確認の上大切にお持ちください。オートレース江戸川の第18回日本写真判定杯、昨日初日も陰受難な流れでしたが、今日もここまで前半戦は逃げ決着がありません。シリーズ2日目の戦いは後半戦です。第7レース予選競争を迎えています。対戦メンバーです。1号艇大阪笠木博之、2号艇佐賀上野慎之介、3号艇福岡森照夫、4号艇東京芦澤望む、5号艇愛知潮崎雄二、6号艇大阪小池周平、以上6選手です。陰線1号艇の笠木博之、2コース2号艇上野慎之介、昨日初戦は3コースから差し抜けて快勝、伸び足の手応えは良好です。3コースに3号艇の森照夫、船を引いて4コース角1に4号艇の芦澤望む、5コース5号艇の潮崎雄二、6コース6号艇の小池周平、今日の前半戦は角まくりで快勝でした。人気は2号艇上野から4号艇の芦澤へと集まっています。スタートまでは10秒切りました。第7レースの予選競争です。進入台形インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。外の方が好スタート、6コース6号艇の小池がトップスタートを切っています。レースは1周1幕へと向かいます。6コースからまくっていった6号艇の小池、後方では船が大きくもつれています。先頭は6号艇の小池、2番手5号艇の潮崎、3番手4号艇の芦澤。お知らせいたします。1号艇の笠木博之は妨害のため失格となっています。2号艇の上野慎之介はエンストのため失格、3号艇の森照は構想を再開しています。レースは2周目です。先頭6号艇の小池周平、2番手5号艇の塩崎雄二、3番手が4号艇の芦澤望む。大きく離されて3号艇の森が追走です。2周の1マーク、事故艇とレスキューの外を避けて確定が旋回しています。上位の台形は6番、5番、4番です。1号艇の笠木博之は妨害のため失格、2号艇の上野慎之介、エンストのため失格となっています。4艇が構想を続けています。方面取り返しまして、先頭6号艇の小池周平、6コースからトップスタートをまくり切りました。2番手が5号艇の塩崎雄二、3番手4号艇の芦澤望む。3周1幕の旋回から最後のバックストレッチへと確定抜け出しています。先頭は6号艇の小池です。2番手5号艇の塩崎、その後ろ大きく離されました。3番手が4号艇の芦澤、最後方に3号艇の森と追走しています。最終コーナーをトップで6号艇の小池が旋回、2番手5号艇の塩崎でホームへと折り返していまして、まもなくゴールを迎えます。先頭6番の小池五輪、5番の塩崎五輪、最後のバックストレッチを4号艇の芦澤、3号艇の森が構想を続けています。最終コーナーの旋回から最後のホームへと4番、3番折り返しております。
お手持ちの投票券は最後までどうぞ大切にお持ちくださいませ。お知らせいたします。3号艇の森照夫は時間切れのため失格となりました。4号艇の芦澤望は沈没のため失格です。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちくださいませ。1号艇の笠木博之は妨害のため失格、2号艇の上野慎之介エンストのため失格、3号艇森照夫時間切れのため失格、4号艇の芦澤望沈没のため失格となっております。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちくださいませ。以上、7レース予選競争でした。進入台形、インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。インコースから2号艇の野添、好スタートを切っています。立ち遅れたか1号艇の岡村、一周1マーク、それでも先手1号艇の岡村、続いていくのは2号艇の野添、おっと後方では5号艇にアクシデントとなっています。先頭1号艇の岡村、内側から並んでくるか2号艇の野瀬、その後ろ6号艇の梶原と追走しています。5号艇の肘赤月は一周1マーク、転覆のため失格となっています。進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。インから1号艇の松村ですが、これはちょっと早いタイミング、一周1マークへ向かっていますが、現在スタートは判定中、スタートは判定中となっています。お手元の投票券はどうぞ大切にお持ちください。バックスレッジ側へ入っていますが、ファンの皆様にお知らせです。このレースはフライングがありました。1号艇の松村選手はフライング変換欠場、1番の松村はフライング変換欠場となりました。従いまして1番に関係する投票券すべて払い戻し返還です。お手元の投票券大切にお持ちください。スタートまで10秒を切った第3レースの予選競争、インコースから3番、4番、1番、2番、5番、6番です。予選競争第3レーススタートしました。2コースから4号艇の大場が好スタート、インの3号艇は遅れてしまいました。まずは4号艇の大場聡が先に回る展開、1号艇振り込んだ、危ない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 と、みんな避けていきました。先頭には4号艇の大場聡、そして2番手ですが外に2号艇の小田、3番手内側に3号艇の藤田が続いて、後方2艇5番6番です。スタートは正常でした。お知らせいたします。1号艇の橋本失格となりました。インコースから1番、2番、3番、5番、4番、6番です。スタートしました。後方スタートインから踏み込んでいったトップスタートは1号艇のゼ、センタースリットから5号艇スガルマ伸びていく、一周の1マーク、センターからまくっていく5号艇スガルマ、スガルマまくって合わせていって一気にまくって1号艇のゼはまくられました。見事にまくっていきました5号艇スガルマ先頭、後方一艇ですが6号艇の金田にアクシデントが、一周のバックから2マークの旋回でこれから向かっていきますが、スタートは正常です。パワーで押し切った格好となりました5号艇スガルマ、後ろにマークの旋回に握ってしまっていく1号艇のゼなんですが、うちさばいていったら2号艇深山、さらには4号艇の馬です。先頭ですが5号艇菅沼、そして2番手でクリア2号艇の深山、3番手は4号艇インコースの馬、アウトコースは1号艇の勢、5番手に3号艇横井となっています。なお6号艇の金田智弘ですが、1周の1マーク落水のため失格となりました。1番、2番、3番、4番、ダッシュ5番、6番です。スタートしました。コースアウトを決めたのはインコース2コース1号艇中谷、2号艇のシグナリ、4コースからは4号艇の今村ですが、先に回るのは1号艇の中谷、2号艇のシグナリが刺した、その内側からスパッと5号艇の気流、ここで来たか5号艇気流、しかし1号艇中谷もこらえている、真ん中通る2号艇のシグナリ、なおスタートは正常でした。2マークを目指して内を通る2号艇のシグナリに5号艇の桐生が今度は刺した、2艇の間をズバッとくるのは1号艇の中谷、3艇横並び大激戦、内を通るのは5号艇の桐生、外から2号艇のシグナリで真ん中1号艇来るか、中谷隼人、レースは2周目です。5号艇と1号艇今度は先行争いが2艇横並び、インコースから5号艇の桐生、1号艇中谷が外を行こうとしますが、ここで5号艇の桐生順平がリードを取って、1号艇中谷の内からスルッと2号艇はシギラリ和弘、今度は2番手争いが2号艇と1号艇ポーンとアクシデント、なんとか後続艇はその事故で避けましたが、5艇残って上位体系5番、1番、4番です。お知らせいたします。2号艇のシギナリ和人は失格です。2周目のバック側直線での事故、ヒヤッとしましたが、2号艇のシギナリ和人転覆のため失格です。1番、4番、6番、5番、ダッシュ2番、3番です。
スタートまで2秒1秒スタートしました。第8レースダッシュ2号艇の上田、これはちょっと早いスタートか。さあ1周1マーク、まずは1号艇の中尾が回る、2号艇まくる、4番と6番が2人で一緒に差し込んでいきますが、ここは4番と1番が並んだ状態です。ただいまのスタートにおきましてはフライングがあります。ただいまのスタートはフライングがあります。ただいまのスタートは2号艇の上田洋平がフライングのため変換欠場となりました。2号艇の上田洋平がフライングのため変換欠場です。従いまして2番に関する投票権は発売額と同額で変換いたします。どうぞお手持ちの投票権は大切にお持ちください。1番、3番、2番、4番、5番、6番です。スタートまで2秒1秒、スタートしました。第11レース4号艇の中村、わずかに好スタート、インクラは1号艇の杉山です。一周1マークの攻防はまず1号艇の杉山回って3号艇の江口、2コースから差していく、2号艇の東が握って回りました。3番、1番、2番のトップ争いです。スタートは前提正常でした。逃げている1号艇の杉山、そしてまた差しを入れてくる3号艇の江口がインコースへ入ってくる、アウトに構えるは2号艇の東、一周にマーク3号艇の江口が先にターンして1号艇の差し返し、これはわずかに届きません。後方ではアクシデント模様です。先頭は3号艇の江口、2番手は1号艇の杉山、3番手は2号艇の東です。レースは2周目に入っています。なお4号艇の中村誠転覆失格、4号艇の中村誠は転覆失格です。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。2コースからトップスタートいったのは2番の渡辺、1コース立ち遅れた1番の塩田、2コースから先頭を取る2番の渡辺、3真ん中スコートイ、4番佐藤、ちょっと船がやや後方ではかなりもつれた展開になりました。1マーク、それでも4番佐藤は2番の渡辺をかわす、その後ろ3番ミーショーが現在3番手、優勝戦スタートは前提正常です。先頭争いは4番佐藤と2番の渡辺で2マークに移ります。ここで4番の佐藤が抜け出してきたか、内をつく2番の渡辺届かずですが、1マーク付近ではアクシデントが出ています。優勝戦はこれから2周目。なお1番の塩田は落水、5番の中野ともに落水、1番の塩田、5番中野ともに落水のため失格です。インコースから1番、3番、4番、5番、6番、2番です。予選競争第3レース、スタートしました。センター3コースから中口が好スタートを飛び出していきました。さあ中口が内を叩いて、まずまくり先制攻撃、その内側から3号艇クイッと待っていく、2人の内側へまくり出したのは5号艇の黒崎達也、バックへ入りました。ここは5号艇黒崎達也のまくり出しが入ってきまして先頭です。外一定審査4号艇中口、3番手争いは6号艇2号艇が並んだ状態で前を追っていきます。スタートは正常でした。1周にマークは5号艇黒崎トップ旋回です。内側へ詰め寄ってくるのは2号艇の前田健太郎、この外を回りつつ黒崎の内側へ刺していった4号艇の中口が、今度は黒崎を捉えて中口逆転、中口博隆が一定審判とリードを取って黒崎は2番手、3番手は2号艇前田健太郎。2周1マークの旋回に向かいます。内側から先に回る4号艇の中口、幅を取って5号艇黒崎達也が切り込んでいきますが、先頭は振り切って4号艇中口博隆、中口先頭、その後ろは4艇身から5艇身差、5号艇黒崎、3番手は水が空いて2号艇前田健太郎です。2周2マークの旋回に入ります。先頭は4号艇中口博隆、そして2番手5号艇黒崎達也です。3番手には2号艇前田健太郎ですが暴れている、そして6号艇と接触してしまいました。この間に外を回ってかわしていったのが3号艇谷村啓司、谷村啓司が3番手に上がりました。上位体系入れ替わって4号3そして6号艇宮地ですが、現在立ち往生という状況になってしまいました。現在コースを続けているのは5艇ということになります。最後のバックストレッチの中間点を中口が先頭で、2番手が黒崎、3番手は現在谷村啓司の順です。先頭はラストコーナーの旋回に入ります。止まっている宮地の外を慎重に回ってきまして4号艇の中口、お知らせいたします。6号艇宮地秀樹失格となりました。
浜田校4日間の短期シリーズです。チェック対抗第2戦東海バーサス九州公営レーシングプレス杯、今日開催3日目、予選最終日の後半戦は8レースの予選競争を迎えています。なおこのレース3号艇に上艇予定でした宮地秀樹選手は前半レース負傷のためこのレースを欠場となりました。3号艇宮地秀樹が欠場でこのレース5艇立て。ボード系を睨みながら進入タイミングを取ります。進入固定の第7です。スタートしました。4番5番6番3号艇も交代に3号艇背中2号艇さあここは外の2人が若干早いか。鈴木重政イン逃げ後方から3号艇の末永冷静さばいて外から4号艇の中島健一郎バックへ入っていますがただ今のスタートには問題あり2艇がどうやらフライングのようです。お知らせいたします。5号艇の井上茂6号艇の石原翼5号艇と6号艇はフライング。5と6に関する投票権はすべて返還されます。2ボートレース場のレディオキューブ FM 三重カップ予選の最終日残すカーダ第12レースツッキー選抜戦です。なおこのレースは2号艇で登場予定でした福島優輝選手が前半レースでの負傷のため欠場となりました。どうぞご注意ください。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。コースアウトを決めたのは2コース2号艇の日高、4コース4号艇の岡崎です。先に回ろうとうち1号艇秋山、2号艇の日高が指していく、握っていくのは3号艇でバックセンチャーでも、おーっと危ない、アクシデントは5号艇でしょうか。スタートは正常でした。先頭現在1号艇秋山、2番手からは3号艇の重成です。お知らせいたします。5号艇の遠藤海は失格、5号艇の遠藤失格ということになっています。ファンの皆様おはようございます。ボートレース小島、今年度のマスターズリーグの開幕戦となります G3 第1回瀬戸の名人決定戦はシリーズの2日目を迎えました。水面上はそのオープニングカード第1レース朝徳川湖戦の開始です。なおこのレースに出世予定でした6号艇上条真一は家事都合のため欠場、管理解除となりました。従いまして前売りで購入されました6号艇に関する投票権はレース確定後すべて返還となりますのでご注意いただきたいと思います。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1コースと3コースの矢橋と香川がわずかに覗いています。石戸地マークに向かっていく逃げる体勢1号艇にマクル、3号艇香川届かない、マクルジャッシュは5号艇の長瀬でバックガンに入りますがさあ5号艇にアクシデントがありました。先頭は逃げています。1号艇矢橋誠介、4艇進で3号艇香川が2番手、3番手が4号艇山崎、後ろは6番2番追走。スタートは正常でした。2マークトップで1号艇潜り込む、4号艇握ってかわすか、3号艇でホーム側に帰ってきています。5号艇の永瀬匠は一周の1マークを回ってアクシデント失格となってしまいました。1番6番2番3番4番5番でスタートしました第8レース。3号艇は遅れてしまいました。スリット後は1番6番4番この辺りが出ていく1周1マーク、1号艇の津田が逃げて懐ついて6号艇の隅ですが1号艇の津田が一歩リード。スタートは前提正常でした。なお3号艇はアクシデント、3号艇は転覆のため失格となりました。3号艇金田由紀子は転覆失格です。3対3で1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。2号艇の谷口がわずかに覗いたスタートです。その後は1番と2番好スタート見せた両者が出てきます。1マーク逃げる1号艇長溝、さす2号艇谷口、その後ろでは大きくスプラッシュ、1艇アクシデントです。スタートは前提正常でした。先頭は1号艇長溝、2号艇谷口が並んでいます。その後ろは3番4番大きく遅れて6番が追走、5番にアクシデントとなっています。なお5番の山田は転覆のため失格となりました。
1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1番、3番、4番が除いたスタートになっています。その後も1番、3番、4番出ていって1幕の旋回へ。逃げる1号艇の渡辺、刺す2号艇大谷、4号艇スプラッシュを上げて危ないシーンとなりました。バック側では1番、2番がトップ争い。スタートは前提正常でした。先頭は1号艇渡辺対2号艇大谷の接戦。その後ろは6番、5番、3番と続いています。なおこのレースは4番にアクシデント、4番原田は転覆のため失格となっています。モートレース唐津5日間シリーズでお送りしていますモーニングレース朝どけ唐津ミニット開設14周年記念、本日は予選最終の3日目です。前半戦最後のカードを迎えました。予選競争の第6レースを行います。メンバーは1号艇福岡河野文明、2号艇東京多田祐介、3号艇広島高浜義久、4号艇東京内山俊介、5号艇広島船岡洋一郎、以上の5名です。このレースは6号艇の上条義次選手、火事都合のため欠場となっています。1番、3番、5番、4番、2番です。スタートまで2秒1秒。スタートしました第6レース、4号艇の内山が好スタートです。4コースからスタートを出てきました。2号艇もついてきますが、まずは4号艇の内山がまくっていく。そして2号艇ここでアクシデント模様です。他の艇も影響を受けています。4号艇の内山が現在先頭です。スタートは前提正常でした。まくった4号艇の内山がトップ、3号艇、5号艇と続いています。1周2マークは4号艇の内山トップ、続いて3号艇の高浜、3番艇、5号艇の船岡となっています。ホーム側に移りました435。レースは2周目に入っています。なお1号艇の河野文明がエンスト失格、2号艇の多田祐介が転覆のため失格となりました。競争水面、追い風が吹いています。9レースあたりから追い風の競争水面、今4メーターほど、気温は25度を示しています。少し下がってきました。ただいまから予選特選の第11レースです。このレースは4号艇の多田祐介選手、前半レースで負傷したためこのレース欠場となっています。4号艇の多田祐介選手、前半レースで負傷したためこの第11レースは欠場です。進入台形インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。角から4号艇の後藤ですが、これはスタート踏み込みすぎた模様です。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちくださいませ。ファンの皆様にお知らせいたします。4号艇の後藤正宗、フライング変換欠場でございます。4号艇後藤正宗はフライングのため返還欠場です。4番の組に関する投票権すべて返還となりますので、お手持ちの投票権はどうぞ大切にお持ちくださいませ。スタートまで10秒切りました。インコースから1番、2番、3番ダッシュが4番、5番、6番です。優勝戦の12レーススタートしました。4角から4号艇の宮地が好スタート、3コースがへこんだ、そこでおっと、もつれてしまった。2番、3番、4番だ接触しました。先に待って1号艇の徳増、5号艇の内側へ刺していった6号艇の川村亮ですが、先頭が1号艇の徳増です。ファンの皆様にお知らせです。4号艇の宮地元樹は妨害失格です。4番は妨害失格になりました。そして続いてお知らせです。2号艇の大場聡失格となりました。タイミングを測りながら進入枠番通りの3対3、予選の第4レースです。
スタートしました。4号艇を上から5号艇石から2人交代ミング、2号艇へこんだ状態からも出てきた2号艇の星野太郎、1号艇塚崎ブロック変化、2号艇グッと今日はかかってくれた星野太郎切り込んだ、決まった2号艇の星野太郎、1号艇の塚崎が踏ん張っている。後方からは5号艇の石倉陽子、6号艇の石原翼、外向かってだんだん状態で4番3番堂川に片岡大地、前提スターター正常、3番テラス6号艇の石原翼先手、5号艇思い切る石倉陽子、しかしターンがこれは流れた、6号艇の石原翼、5号艇しかしながらターンが飛びながらも帰ってきている5号艇の石倉陽子、星野太郎と塚崎勝は定段からは抜けていますが、6号艇の石原翼コーナー先手、5号艇ガンガン回してくる、ふわふわしているが波のないところならば出てくる6号艇の石倉陽子、上位は2番1番5番と2番手3番手幾分距離が詰まっているか、塚崎の後方からは5号艇3番手接戦セリオとした5号艇の石倉陽子、インへ変えたプレッシャー、塚崎は冷静にこれを抑え込みながら丸がくるりっと5号艇の石倉陽子を小回り、周回を重ねるごとにじわ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 っと5号艇の石倉陽子を追いかける、塚崎に手をかけるかどうか微妙な距離ですが1号艇の塚崎が抑え込んでいく、石倉陽子外変わり全速思い切る、1号艇の塚崎に襲いかかってきてついにボートが並んでくるか、インコースは1号艇の塚崎、アウトは5号艇石倉陽子、2号艇の星野太郎は1マーク、今日はかかりもしっかり来てくれる雰囲気からスタート遅れならも出てきた2号艇星野太郎、5号艇おっとフラフラおっとなんとよもやの石倉陽子落水、2番手1号艇塚崎、3番手6号艇の石原に変動、先頭2番の星野五輪、2着で1番の塚崎、3着6番の石原、4番の岡部、3番の片岡、5号艇攻防は盛り上げたが惜しくも5番の石倉陽子選手は落水アクシデント失格に敗れました。インコースから1番6番2番3番5番4番の進入です。予選競争の第5レーススタートしません。5号艇横井が好タイミング、1番2番6番ダッシュが効いて5号艇横井絞り込んでいったら2号艇抵抗、さあ1号艇この間に1号艇の木山、5号艇の横井翔一、真ん中割るように4号艇の栗原直也バックへ入っているが1号艇の木山のイン逃げ、5号艇高ダッシュ横井翔一まっくり写真変化で少し艇の方が乗っかってくる、横井翔一前提スターター正常、5号艇横谷がまずはコーナー先に回った1号艇の木山誠一思い切る、6号艇西間くるりっと小回りホーム構成帰った、おっと西島うまく回った小回り絶妙、ここで5号艇1号艇あたりに絡んでくるが5号艇わずかに横谷翔一が優勢であります。振り返る5号艇横谷、6号艇対戦潜り込む、つながってくる6号艇、1号艇の木山にとっては絶好展開で開いてズコッと切り込む、それでも西島も小回り好旋回、横谷はこれを叩いているが上位前段算定は561の体型であります。横谷に少し中間速からつながっていた6号艇の西島よしのり、先導で5号艇の横谷がカーブでありますが6号艇幅を取りながら西島内をめがけてくる、手がぐるっと向いてくる、今日はかなりの上昇スタート、少し叩かれ気味の展開からも追い上げてきた6号艇西島、それでも5号艇横谷翔一スタートコーダーしてから変化、木山の懐入ってのまくり差し好旋回でしたが5号艇横谷逃げ切れるか、6号艇西島思い切って開いて切り込んでくる、最後のバック入ったが5号艇の横谷踏ん張り粘れば今日は見事に2連勝とジャンプアップ、6号艇の西島の猛追でしたが道中詰まった定感また少し詰まってくる、ラストコーナー5号艇先頭キープの5号艇横谷、おっとおっと今日は2マーク何かが起こるのか、1号艇接触、この間に3号艇2号艇もスルスルっと混戦すり抜けて5、3、2か4か、先頭5番の横谷五輪、2着で3番の前の4番の栗原が3着、2号艇の森が4番手、煽りを食う形で1号艇の木山ですが6号艇の西島選手がどうやら転覆アクシデントか失格に敗れました。大波乱という予選の第5レース、1番2番3番4番5番6番の進入です。スタートしました。2番3番4番3艇交代ミング2号艇、勢いある2号艇の山崎哲司がまずはまっすぐ走る、積み込んで冷静にまくり展開に乗ってくる3号艇の小島の切り込みバックへ入った、おっと後方5番6番と絡んでのアクシデントか、6号艇の川野台は転覆か、先頭2号艇の山崎哲司、4号艇の鈴木茂政が2番手、3号艇の小島が3番手、
前提スタートは正常、なお残念ながら6号艇の川野大選手接触あったが転覆アクシデントで失格。1番2番3番4番6番5番です。今スタートしました。4コース5コース4号艇6号艇踏み込んだスタート、4コースじわっと出ていく、締めた4号艇の宮一気にまくんだ構え、抵抗気味に1号艇それともに1点号艇に流れた両者、後ろを通って6号艇3号艇殺到バックスイッチ入った、先頭の水は3艇がつり並んだ、アウトは1号艇厚み、真ん中では6号艇彦坂、そのうちで3号艇豊田、一周入りマークの前傾に向かうところ、スタートは前提正常でした。インサイドを2マークをトップターンの構えは3号艇豊田、インから積み寄って5号艇島倉、外を回って1号艇定冠つこうと6号艇彦坂入れません、交代しました。先頭リードは2艇新と3号艇の豊田、2番手のポジション1号艇後方ではアクシデントが発生です。5艇が現在2周目に移りました。お知らせいたします。4号艇の二宮は転覆のため失格となりました。1番2番3番4番6番5番の3対3、スタート3秒前1秒、今スタートしていきました。お知らせいたします。第3レーススタート抜きまして、フライング欠場艇があるかも分かりません。船券は大切にお持ちください。お知らせいたします。第3レース1号艇の鈴木孝之がフライング変換欠場、1番に関する船券はすべてお返しいたします。大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番の3対3の枠なり、3秒2秒1秒、今スタートしていきました。さあ好スタートですが、お知らせいたします。第4レーススタートにきまして、フライング欠場艇があるかも分かりません。船券は大切にお持ちください。ただいま写真判定を行っております。船券は大切にお持ちください。バックトップ集団に1号艇2号艇3号艇市二さんが固まっていますが、現在先頭1号艇、その後ろ2号艇3号艇が並んでいまして、あとは4号6になっています。お知らせいたします。第4レース2号艇の永田文也がフライング変換欠場、2番に関する船券はすべてお返しいたします。大切にお持ちください。直線コースに入って先頭には1号艇の品川健二、そして2番手3号艇の木下が上がってきて、1号艇と3号艇と人気の両者、そして3番手争いですが、2周目で出したマークは先頭1号艇、2番手争い3号艇回って追っつけて6号艇その間隙を4号艇ですが、2番手は3号艇の木下がキープ、そして1艇身から2艇身、3番手争いには6号艇4号艇、現在は6号艇の枝を、あとは4号艇5号艇となっています。さあ第2ターンマークを回りますが、先頭で1号艇の品川健二、そして2番手で回って3号艇の木下の懐をまた6号艇が攻めてきて、その間隙を4号艇が攻めてきますが、2番手は3号艇、3番手も6号艇の枝尾で、現在上位が136ですが、3号艇と6号艇一定審査最終周回へと入ります。さあ前を絞って3号艇の木下、一定審で外へ持ち出した6号艇の枝尾勝、最終周回で第2ターンマークは先頭1号艇、2番手は3号艇一定、後ろから6号艇の枝尾が差し返してきて、さあ今度は枝尾が届いた、6号艇3号艇、さあバックでここで接触があって3号艇が転覆、6号艇が2番手に上がっていますが、あとは4号艇ですが164ですが、後方5号艇、今から最終ターンマークを回りますが、トップで回って1号艇の品川、なお3号艇の木下失格となっています。さあ初日の後半戦第8レース予選競争を迎えています。1号艇の木下陽介欠場で、ここは5艇で揃ってまいりました。浜崎、山田、石田、金田、小葉、後藤の並びです。スタートしました。1コースとセンター勢、浜崎と石田、金田が好スタートを決めています。先前する1号艇にまくってきた4号艇の金田が出てきました。1号艇へさきが浮いて流れた、懐2番と3番が運んでいますが、さあここは角まくりから先頭は4号艇です。金田大輔4艇身リードを取って、1号艇浜崎2番手、2艇身で2号艇山田が3番手、後ろは3番5番6番が追走。スタートは正常でした。2マークトップで4号艇、続いていく1号艇、その後ろから2号艇がくるっと回ってホーム外に帰りまして、上位の体型は4番1番2番で3選手が大きく抜け出しています。先頭は5、6艇身リードを取る4号艇金田大輔、これから2周の1マーク、2番手3番手間隔わずか、潜り込んでくる2号艇を包み込んでかわしていく1号艇、バック側に入って2番手キープは1号艇浜崎ですが、まだリードは1艇身半ぐらいです。
3番手から追いかけてきます。2号艇山田隆一、後ろは水がいて3番5番6番が追走し、これから2周の2マーク、トップで4号艇金田、そして1号艇浜崎の後ろから2号艇山田が旋回、ホーム側に帰りまして上位の体制には変わりなく、さあ2番が暴れてしまいましてアクシデント、2号艇は後席で暴れてしまいましてアクシデント失格と、アクシデントとなってしまいました。レースは最終周回、3番手に上がったのは3号艇石田で、3周1マーク、トップで4号艇、続いて1号艇、その後ろから3号艇が旋回してバック側に入りました。2号艇の山田隆一ですが、2周の2マーク回ったところでアクシデント失格となってしまいまして、1番2番3番4番5番6番ですスタートしていきました。大外6コース6号艇アワースリット優勢、一気にさあ1マークへ向けて蹴りをつけるか、マクリニック6号艇アワー代わり前速3号艇関口、残しに行く1号艇の間、あとは245、大外マクリがどうやら6号艇アワー決まったかという形で2番手争いは3号艇関口に、内から1番4番接近、後方2番5番スタートは前提正常でした。6号艇阿波克也がトップです。そして2番手握り込む3号艇の関口、力を応戦する4号艇森作ですが、若干外から3号艇関口優勢か、634 2,3 停止に放つ4番手に1号艇ノアイで、後方2番5番2周目に入っています。6号艇阿波克也がトップで2周1マークの旋回、そして2番手ここも3号艇関口が各方に回る、3番手クルッと先に運んだ1号艇ノアイ逆転となるか、4号艇森作が打ち、さあ3番手が分からなくなってまいりましたが、直線判定心1停心とリードを取ろうかというのは4号艇森作で、634僅差の4番手に1号艇ノアイで、2周2マーク6号艇阿波がトップ、2番手3号艇関口、3番手は4号艇森作が少し振り切りにかかるか、634あっと後方は5号艇松尾がアクシデントです。後方5号艇松尾にアクシデント、5号艇松尾は落水のため失格です。5号艇松尾は落水のため失格、1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。1コースから4コースまでが出ていく、さあ角から4号との渡辺、1周1マーク、まず1号との貞金が逃げていって、そのままリードを奪いました。先頭は1号艇貞金順次、スタートは前提正常でした。2番手が2号艇小野信樹です。アウトから3号との斉藤智弘が届いています。2番と3番の2番手が接戦です。一緒にマークトップは1号艇貞金、2番手2号艇小野に対し3号との斉藤は外を攻めてくる、2番手は2号艇小野信樹がリードしています。3番手が3号との斉藤智弘、内側に5号との下川隆文が接戦です。3番と5番3番手が接戦です。レースは2周目、1マークの旋回、上の2艇は1番と2番、3番手は5号艇下川先行を指す3号艇の斉藤智弘、3番手は3号艇の斉藤智弘がインコース、アウト5号艇の下川高文、3番と5番がまだ接戦です。その後ろ水が空いて、その後ろも4号艇渡辺と6号艇末竹平走、2マークの旋回、小手の3番手3号艇の斉藤の外、おっと5号艇5号艇ですがアクシデント発生となってしまいました。3番手は3号艇の斉藤智弘、先頭から1番2番3番の体型、その後ろ4号艇渡辺6号艇末竹です。なお5号艇下川隆文落水のため失格、5番は落水失格です。3番1番2番4番5番6番です。スタートしました。ダイルクレース、4番と5番が好スタート脱出勢です。さあ4号艇の武田美が一歩前に出ました。3番の上まで一気に抑えてまくる、後方ではアクシデント模様です。危険なシーンがありました。 1周1マークアクシデント模様です。先頭は抜け出して4号艇の武田美です。スタートは前提正常でした。先頭4号艇の武田美、2番手は3号艇の高浜、3番手に6号艇の竹下となっています。なお2号艇の東純喜が落水失格、2号艇の東純喜落水失格、5番の森慎太郎が転覆のため失格となりました。1番2番4番3番5番6番の並びです。スタートしました。第8レース、内側2艇はこれはかなり早いスタートです。さあ1周1マーク、1番と2番の外行く格好で4号艇は握って回りました。6号艇の高野後から旋回です。
ただいまのスタートにおきましてはフライング艇があります。ただいまのスタートフライングは1号艇の松下隆と2号艇の多田尾辰幸、1番と2番はフライングのため返還欠場となりました。従いまして1番と2番に関する投票権は発売額と同額で返還いたします。どうぞお手持ちの投票権は大切にお持ちください。1番、3番、6番、2番、ダッシュ4番、5番です。スタートしました。コースタートを決めた。うわーっとー、これはちょっと早かったか。1コース、3コース、5コースがかなり際どいスタートです。お知らせいたします。1号艇の石野、4号艇の下條、6号艇の原田、1番、4番、6番フライング返還欠場です。従いまして1番、4番、6番に関係する投票権すべて返還でございます。レース終了までかな券どうぞ皆様大切にお持ちください。進入台形インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。外の方が好スタート。6コース6号艇の小池がトップスタートを切っています。レースは1周1マークへと向かいます。6コースからまくっていった6号艇の小池、後方では船が大きく もつれています。先頭は6号艇の小池、2番手5号艇の塩崎、3番手4号艇の芦沢。お知らせいたします。1号艇の笠木博之は妨害のため失格となっています。2号艇の上野慎之介はエンストのため失格、3号艇の森照は構想を再開しています。レースは2周目です。先頭6号艇の小池周平、2番手5号艇の塩崎裕二、3番手が4号艇の芦沢望。大きく離されて3号艇の森が追走です。2周の1マーク、事故艇とレスキューの外を避けて確定が旋回しています。上位の台形は6番、5番、4番です。1号艇の笠木博之は妨害のため失格、2号艇の上野慎之介、エンストのため失格となっています。4艇が構想を続けています。方面取り返しまして、先頭6号艇の小池周平、6コースからトップスタートをまくり切りました。2番手が5号艇の塩崎裕二、3番手4号艇の芦沢望。3周1マークの旋回から最後のバックストレッチへと確定に抜け出しています。先頭は6号艇の小池です。2番手5号艇の塩崎、その後ろ大きく離されました。3番手が4号艇の芦沢、最後方に3号艇の森と追走しています。最終コーナーのトップで6号艇の小池が旋回、2番手5号艇の塩崎で方面と折り返していまして、まもなくゴールを迎えます。先頭6番の小池五輪、5番の塩崎五輪、最後のバックストレッチを4号艇の芦沢、3号艇の森が構想を続けています。最終コーナーの旋回から最後のホームへと4番3番折り返しております。お手持ちの投票券は最後までどうぞ大切にお持ちくださいませ。お知らせいたします。3号艇の森照夫は時間切れのため失格となりました。4号艇の芦沢望は沈没のため失格です。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちくださいませ。1号艇の笠木博之は妨害のため失格、2号艇の上野慎之介、エンストのため失格、3号艇森照を時間切れのため失格、4号艇の芦沢望む沈没のため失格となっております。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちくださいませ。以上7レース予選競争でした。
スタートまで10秒切りました。インコースから1番、2番、3番ダッシュが4番、5番、6番です。優勝戦の12レース、スタートしました。4カドから4号艇の宮地が好スタート。3コースがへこんだ。そこで、おっと、もつれてしまった。2番、3番、4番、接触しました。先に待って1号艇の徳増、5号艇の内側へ刺していった6号艇の川村亮ですが、先頭が1号艇の徳増です。ファンの皆様にお知らせです。4号艇の宮地元樹は妨害失格です。4番は妨害失格になりました。そして続いてお知らせです。2号艇の大場聡失格となりました。